い、皆さんこんにちは。今日は2020年3月1日日曜日ですね。今現在ね、伊豆市の旧中伊豆町のあたりのね、裏道を走ってます。これからね、また伊豆高原の方へね、向かいたいと思います。今日のお供はね、 WR250X モータードになります。よろしくお願いします。昨日のね、2月の29日に河津へね、まあ厳密にはあの稲取っていう東伊豆町でね、ゴルフをやりに行きまして、でその後ね、河津に一泊しましたけど、本家のね、河津はもう完全に葉桜になっちゃってたんですけどね、こちらはまだこんな感じで桜がね、咲いてますね。少し葉っぱがね、出始めてますけど、まだ十分見頃じゃないかなと思いますけどね。やはり本家の河津の方がね、南にあるし、海のそばってことでね、暖かいんでしょうね。だいぶね、咲き方が違うようですね。まあ、今日ね、河津桜をね、見に、花がね、すごくたくさん咲いてるところも少し歩いたんですけどね、もう花がないっていうのもそうなんですけどね、中国からの観光客がいないでしょうからね、まあ、非常に人も少なくてね、例年のこの時期ですともう歩くのに大変なんですけどね、まあ、ガラガラな感じでしたね。非常にね、空いてました。もうお店なんかもね、基本的には今日の日曜日で最後っていうところもね、多かったようですね。まあ、田舎のね、この川の脇をね、通る脇道ですね、走ってますから、川のね、せせらぎが見えたりして、非常にのどかな感じですよね。まあね、よく皆さんね、バイクをね、排気量が多いとか少ないとかね、形がかっこいいとかかっこ悪いとか、スピードが出るとか出ないとか、トルクがあるとかないとかね、まあそんな話をよくね、耳にしますけど、まあ基本的にはあるかないかっていうだけで、あったら偉くてね、なければ偉くないとかね、そんな感じはないんですよね。バイクっていうのはまあ基本的には走る道にね、あったバイクが一番いいわけですから、例えば北海道のね、まっすぐな道を走るのに、例えば山田所長が北海道に住んでてね、そういう道をね、いつもメインに走ってるんだったら、当然ね、アメリカンかなんかのね、椅子がふかふかで長い距離走ってもね、楽みたいなやつを多分乗ってると思いますね。で、町に住んでてね、ダートなんてないよなんていうところに住んでたらね、ジェベルを当然買って持ってるわけもなくね、まあ今こうやってね、まあモンキーは別としてね、モータードとかトレイル車とかね、そういうのをメインに乗ってるのは、まあ基本的には伊豆半島に住んでてね、伊豆の峠道とかダートをね、走ってるからそういうバイクを所有して乗ってるんであってね、その道に合ってると思うからそのバイクを持ってるっていうことですよね。まあこのモタードっていうバイクはね、基本的には私の考えとしてですけどね、まあ100キロ以下で走るバイクですよね。それ以上スピードは出ますけど、空気抵抗とかね、フロントのフェンダーが暴れるとかね、そんな感じであまりスピードを出してね、走るのには向いてないような気はします。ただね、まあ100キロ以下でくねくね曲がったね、アスファルトの道を走るには適してるバイクですね。あとこれはね、まあ普通の人には関係ないことかもしれませんけど、シート高がね、高いんで非常に見通しがいいのでね、モトブログの撮影には向いたバイクになりますよね。
今 BM の GS がなんか抜いてきましたけどね、まああまり抜き方が良かったのかどうかわかんないですけど、まあとりあえず追い越し禁止ではないんですけどね、まあ抜いても前に車がいるところを全部抜き切ってないですからどうなんでしょうね。それでね、このような峠道ね、まあ出ても60とかそれぐらいまでの速度でね走る道でしたらね、まあこれは非常に適しているバイクだと、まあ自分的には考えてますけどね。でまあね、オフロード車も自分が乗りたいっていうこともあるんですけどね、わざわざオフロードをわざわざ走ってるわけですから、それがなければならないってことはないんですけどね。まあそれ言っちゃうとバイクに乗ってること自体が全て趣味で乗ってますから、どうしてもその道をバイクで走らなければならないっていう理由はないんですけどね。まあ走る道がたまたまくねくね曲がった道とオフロードをね走ってると、まあそういうことですよね。だからあまり大きいねバイクを持ってる方がいて、まあ大きくてかっこいいなとは思いますけど、それをね自分が買って乗ったことのをねちょっと頭の中で大きいバイクをね乗った時のことをイメージしますとね、これが向いてるのかどうかね、若干疑問にはね思いますね。何回かねこの動画に上げてるろくろば峠の方にね入りましたけど、この道なんかの場合はねもう確実に大きいバイクじゃ走ることできませんからね、まあできないってこともないんですけど持て余しちゃいますんでね、まあこのぐらいのバイクがちょうどいいんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ趣味で乗ってるわけですから好きなバイクを好きなように乗ってもらっていいんですけどね、まあできれば自分が住んでるところとか近所にある道とかね一緒に走りに行く仲間のバイクの具合とかね、そんなところを考えながらこれが適してるんじゃないかなっていうバイクをね買って乗った方がね、まあ幸せにはなるでしょうね。今みたいなねちょっと低速のねごく低速コーナーですね、2速ぐらいで曲がる感じのね、まあここもそうですけど、こういうコーナーなんかの場合はねこの WR っていうのは割と下で粘ることをしませんからね、まあジェベルの方が乗りやすい感じはしますよね。あまりねレーサータイプのエンジンになりますとどうしても高回転高出力をね目指しちゃいますから、下のねギクシャク感が伴ってきますからトルクもなかったりね、まあ普通にツーリングに乗るにこの WR のエンジンが必要なのかどうかって言えばまあ必要ないでしょうけどね。まあ俺の場合は250でありながら本当の高速道路以外でしたらね大型バイクと一緒に走ってもそんなにストレスがないぐらいには走れますからね、その辺がいいところなんだと思いますけどね。まあこの程度のね少し荒れたぐらいのアスファルトのくねくねした細い道をね走らせるとしたら、まあ山田所長でしたらねこのモータードタイプをね選びますよね。なんといっても軽いしねキビキビ走りますよね。それとアクセルのねオンオフによる荷重移動がね非常に速いので、アクセルの開閉によってねバイクをコントロールできますから乗ってて楽しいですよね。まあいい大人がねバイクに乗って遊んでるわけですから、怪我をしたりね誰かに迷惑をかけたりっていうこともしたくないので無理に飛ばしたりはしませんけどね、まあストレスなく加速ができてストレスなくねヒラヒラと曲がれるっていうことで、このモタードっていうバイクはね現在私のね使い方としては一番適しているバイクになるかと思いますね。
この辺りのね、こうゼブラゾーンになってるきついね、複合のコーナーとかね、切り返しが多いようなところね、こんなところも何の苦もなくね走れますね。はい、ここでねもうちょっとすると、今年はね仕事の都合で24日の月曜日ね、振り替え休日にお休み取れなかったんで、大室山の山焼きもね見に行くことできなかったんですけど、どんな風に燃えた後になったかってのが見えてきます。山焼きがね終わって、1週間ぐらい経ちました。大室山ですね。はい、ここで見えてきます。もう全部焼き尽くされて真っ黒になってますね。何日か前に上げてますね、山田所長の動画を見ていただければ。その頃はまだ枯れ草の黄土色みたいな色だったんですけどね、もう焦げ茶色になってますね。これでね、上のススキを全部焼きましたんで、春になればね綺麗な新芽が出てくるかと思います。こんな感じですね、もう一面焼き尽くされてる感じですよね。焼いてあるとこと焼いてないとこの色の違いがねはっきり見て取れるかと思いますけど、まあ来年はねぜひスケジュールが合えばまた来てね撮影して皆さんにお届けしたいと思いますんで、よろしくお願いします。そんなところでね、大村の山焼きはね撮影できませんでしたけど、焼いた後のね状況を、ご報告いたしました。ご視聴ありがとうございました。それではまた。